先日約4ヶ月ぶりに韓国ソウルへ行ってきました。なんか帰りの飛行機で口開けて寝ちゃったみたいで、喉の調子が悪いので聞き苦しいかもしれないんですけど、美味しいご飯屋さんやカフェにたくさん行ったので、その紹介と、あとはメイクスタジオに行ってメイクしてもらったり、小顔になる美容施術をしたりしたので、その記録です。1日目雨が降ったので動画回せなくて、いきなり夜ご飯なんですけど、本殿のセリサムギョプサルのお店に来ました。前回ここのお店人気すぎて結構お店の前で待たされたので、今回はキャッチテーブルというアプリを使って遠隔でウェイティング登録をしました。これ確かに便利だったんですけど、アプリ上で今自分が何番目なのかわからないのと、本当は自分たちの番が来たらメールが来るはずなんですけど、なぜかメール来なくて、いまいち使いこなせなかったんですけど、とりあえずあまり待たずに入れてよかったです。このお店、もともとのお店の裏側に2号店ができてて、今回はそっちに案内されました。で、セリサムギョプサル、前回も同じ友達と食べに来たんですけど、やっぱり超美味しかったです。なんか感動しました、2回目なのに。なんかセリがシャキシャキで甘く感じる、なんか苦くないよね、うん、それに関してはお肉が甘くてセリが苦味があるか、じゃーん、カメラに見せたいんだけど、うん、うまいね。華やか。のパスタがね、新しいんですよ。じゃじゃーん。おはようございます。2日目の朝はレンズクッキーを食べます。イエーイ。アーモンド。ミルクチョコレートとアーモンドプラリネだっけ、これ確か。美味しそう。うん。うん、ねっとり系だ。あのピーナッツバターみたい、うんうんうん、あー美味しい。バナナウユ。ぬるっと2日目が始まりまして、ブランチを食べにカロスキルの413プロジェクトというお店にやってきました。ここは友達が見つけてくれたカフェなんですけど、日本人の観光客はいなかったので穴場っぽいお店でした。内装もコンクリ打ちっぱなしだったり、グリーンがたくさん置いてあったりしてセンスのいいお店だったんですけど、あのトイレが外にあって店員さんに鍵をもらっていくんですけど、中が信じられないくらい暗いっていうところだけが難点でした。そしてここのお店はニョッキが有名らしくて、私ニョッキガチ勢というか本当に大好きなので、ニョッキとパスタを頼みました。このニョッキね、ニンニクがたくさん入っててソースがちょっと辛いのにクリーミーで、めちゃくちゃ美味しかったです。この時はこのめちゃうまソースの正体は何なんだって答え出なかったんですけど、後でよく考えてみたらこれがロゼソースってやつだったのかなって思いました。パスタもニンニクたっぷりのアーリオオーリオみたいな感じですごい美味しかったです。韓国でいわゆる韓国料理じゃないご飯ってあんまり食べたことなかったんですけど、ここ本当に美味しかったのですごいおすすめです。ニンニクが美味しい。なんかこの旨味は何だろうってニンニク検索した結果ニンニクだね。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、うん、なんかこのソース食べたことない味する。 何ソース、なんかさ、トマトとクリームの間みたいな、うんうんうん、めっちゃ美味しい。この白いチーズめっちゃ美味しい。その後、念願のメイクスタジオに行ってきました。カロスキルのダキョというスタジオです。どんな風にしてもらいたいかイメージを伝えた方がいいと聞いたので、ピンタレストで好みのメイクの画像を集めて私はこれを見せたんですけど、なんか TikTok とかで最近よく見るブルベ奥目盛り体性なしメイク
みたいなのが気になってたので、そんな感じにしてもらいました。でメイクしてもらっていろいろと勉強になったんですけど、一番びっくりしたのがまつげの作り込みで、なんか3本ずつくらいのちっこいつけまつげをたくさんつけて、地まつげとなじませてアイドルみたいな束まつげにしてくれました。あとよく聞く竹串に火をつけて温めてまつげを上げるっていうテクを実際にやってくれて、それに興奮して瞳孔が開きまくりました。これ1時間くらいかかって、料金も休日だと1万3000円からとかなんですけど、本当に可愛く仕上げてくださったので大満足でした。このメイクで撮った写真が自分じゃないみたいに漏れたので、将来家にしようと思ってます。そんな素敵な顔面をこしらえてソンスへやってきました。たまたまスキズのポップアップ会場前を通って、中には入れなかったんですけど、通れただけでもすごい嬉しかったです。あの、カスタいや、あのね、整理券とか予約とかってね、行けないの。うん、覗きたい。ストライキッズだよ。それからメリルロボンという雑貨屋さんに来ました。ぬいぐるみキーホルダーとかヘアアクセサリーがあったり、あと食器もめちゃくちゃ可愛くって、で私は家の食卓を華やかにしたいなと思ってリボン柄のランチョンマットを買いました。このここに敷いてあるやつです。それから大好きなフレグランスブランドのペサドゥに来ました。新しい香りが3つ出てたんですけど、やっぱり私はミッドマウンテン、友達はインザハインドサイト推しでした。そしてこの日めっちゃ暑くて休憩しないとやってられないということで、モムブラウンというカフェに入りました。ここは店内狭いんですけど、インテリアがすごい可愛くって、ベニエっていうこの揚げパンみたいなスイーツが有名なカフェです。この時韓国はまだ梅雨って言われてて、予報だと毎日雨予報だったんですけど、結局1日目しか雨は降らなくって、毎日すごい暑かったです。なんか湿度も高くて東京と同じくらい汗かいたので、なんかさっきしてもらったメイクとかもこの時にはすでに汗でドロドロになってました。ここのハニーシナモンベニエ美味しかったです。あ、この方オーサンウク選手っていうフェンシングの選手で、前日にテレビで金メダルを取ってて知ったんですけど、ていうか顔かっこよくないってなってファンになりました。それから大好きなグローニーっていうブランドのガレージセール的なのがやってたので、それに行ったり、この EQL っていう服とか雑貨が売ってるおしゃれ複合施設とか、その向かいにあったホイップドっていうスキンケアブランドのポップアップなのか常設店なのかに行ってみたんですけど、私はそんなに欲しいものがなくてこの日はあんまり買い物せずでした。それからイテウォンの方に移動して、女優のハンソヒさんに遭遇したという噂のワインバー的なところに夜ご飯を食べに行きました。店内おしゃれですごい可愛かったんですけど、結構狭かったので、ここにハンソヒ現れたら大変でしょって思いました。ご飯はワインのあて的な料理なんですけど、どれを頼んでもすごい美味しかったです。何より雰囲気が良かったので、なんかおしゃれな韓国人の暮らしみたいな気分になれて良かったです。でもここトイレがめっちゃ汚くて、正直この旅行一汚かったです。最後にディスってごめんなさい。3日目、ヨイドのヒュンダイソウルに来ました。まず最初に腹ごしらえということで、前来た時に気になってたクマちゃんのパン屋さんに入りました。めっちゃ余談なんですけど、私この旅行の前
コロナじゃないけど38度の熱が5日間出続けて病み上がりだったんですね。なのでちょっと胃腸の調子が悪めで、いや今まで肉とかニョッキとか散々食べてたやんって思うかもしれないんですけど、でこの時空腹にこのパンを食べたら油かな小麦かながちょっと合わなくって気持ち悪くなっちゃいました。なのでこの後の映像があんまりないんですけど、ヒュンダイソウルではしっかりお買い物もしました。私のコンディションが悪かっただけでこのお店のパンはすごい美味しかったです。でヘロヘロになりながらアクジョンに移動して助けを求めてカフェダルメシアンに入りました。この時私本当顔死んでたんですけど、店員のお兄さんがイケメンだったのは見逃しませんでした。ここ前からこの噴水が可愛いなと思ってたので行けてよかったです。ちょっとあんまり記憶ないんですけど。それからシヌンという洋服屋さんに行きました。ここは前来た時閉店時間に間に合わなくて入れなかったので今回行けてよかったです。広い一軒家で1階と2階にいっぱいお洋服があって可愛かったし、この時セールやっててすごくお得だったので、あのトップスを1着買いました。このトップス、この前にヒュンダイソウルで買った私たちルフィって呼んでたあのデニムのハーフパンツに合わせたくて、ちょっとあの女の子らしい形がいいなと思ってこれを買いました。これ確か3万ウォンとかそんなもんでした。バッグとか小物も可愛いので、ここのお店可愛いもの好きな人はぜひ行ってみてください。その後ちょっと映像ないんですけど皮膚科に行ってオンダリフティングっていう施術をやってもらいました。私は生まれた時から今まで一瞬たりとも二重顎じゃなかった瞬間がなくて、それを解消したくてやることにしました。オンダリフティングは超音波をゴリゴリするみたいな施術なので、ダウンタイムなしで痛みも全然ないし肌の張りも出るっていうことでやってみたんですけど、施術中たまにちょっと熱いかなって感じることもありました。で LDM っていう肌に張りを出す施術とセットで64万ウォンくらいだったかな、結構いいお値段だったんですけど、ちょっとこの効果見てください。ちょっとだけマシになってません？というわけで効果があったと自分に言い聞かせています。これからさらに顔が小さくなるらしいので今後さらに期待です。このタッカンマリ屋さんはトンデムンのタッカンマリ通りにあるミョンドンタッカンマリ市場店っていうお店なんですけど、ここ本当に美味しいです。これもリピートしたお店で、私さっきまで胃腸がちょっととか言ってたじゃないですか、でもこれ食べたらもう美味しくて美味しくて本当に食べに来てよかったって思いました。このタレがマジで美味しいです。その後ニューニューで買い物して3日目も終了です。めちゃ大きいワンちゃんいる、なんかアラスカとかにいそうな。最終日ミョンドンで朝ごはんにソルロンタンを食べに来ました。ソルロンタンって初めて食べたんですけど、めちゃくちゃ優しい味で私の弱々になった胃にすごい染みました。あとここのお店付け合わせのキムチがめっちゃ美味しかったです。でもキムチ美味しいけどなんか大きいな、みたいな白菜丸ごとだなとか思ってあのちょこちょこ噛みながら食べてたんですけど、あのキムチの横にハサミ置いてあって、隣の人がハサミでキムチ切って食べてて、ああ切るもんなんだなって思いました。その後オリアンとかスーパーで最後のお買い物をして、私がどうしても食べたかったギリシャヨーグルトを食べに来ました。バードザカフェというところでフルーツとグラノーラとナッツが入ったヨーグルトを食べました。もうこれで韓国でやり残したことはないっていう感じでした。本当だ、なんかアイスみたい、うん、おいしい、はい、今回の Vlog は以上になります。今回は映像を見返したら本当にグルメばっかりだったんですけど、病み上がりにしては美味しいご飯をたくさん食べられて本当に幸せでした。
そして今回はそんなに爆買いしなかったような気がするんですけど、購入品はまた別で動画撮ってみようかなと思ってます。最後まで見てくれてありがとうございました。またね。1個目これ何、お菓子？うん、あのグリップトック。あ、あでもお菓子も入ってんね。あ、なんかメントスだ。あ、そうだね。そうなんだ。せーの、あ、うさぎ、でかい。なんか思ったよりでかい。かわいい。あのね、ラインナップはこんな感じです。え、かわいい、うさぎ。でもあの3匹しかいないんだね。そうそうそう、メントちゃんはいないよね。確かに。え、このおにぎり食べてるやつかわいいよね。確かに。店員さんにブチギレられたから持ってきた。もう一個。せーの、あ、あれ、あ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